一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。今日はここまでにしたらどうだ。ネミ、まず晩飯を食べないとな。一番詳しいって？陛下の旅の間シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。
はあ、俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？来るぞ。うわぁ、やった、すっげぇ。さすが、まだだ。え、うわぁ。さあ、はっ、こっからだぜ。はっ、グラディオ。てぇよ、ナイスグラディオ。で、やよっ。あいつだいぶ弱ってきてる。一気に片付けるぞ。早く終わらそう。無事だな。はいはい、行くぞ。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。レイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。分かった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ？生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。今の良かったな。
これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。えい、よっ、これで満足だろう。つけてくれ。てやっ、その調子だノクト。あ、快晴だな。そうだね。